はい、ひとつき万歳清水ですということで川瀬直美さんの「東京五輪」川瀬直美が見つめた「東京五輪」のねあの NHK のこの BS1 のドキュメンタリーでまあデマがあったわけですよ。捏造でこれに関してですねあのちょっとややこしいんですけども BS1 スペシャル川瀬直美が見つめた「東京五輪」という五輪公式映画のえ撮影風景をあの NHK がドキュメンタリー風にして作っていたんだけども。 えー、その中で捏造があったっていう問題に関してですね、すんごいざっくり言うと、ですねこれはもう NHK の、まあ、会長とかの首が飛ぶか、それとも、えー、川瀬直美の、あのー、が監督降板すんのかっていう大問題に今発展してるわけなんです。で、これは東京五輪の滞在ね、本間さんの本あるけども、まあ、これを読んでいただければわかるんですが、税金4兆円使ってるオリンピックですよ。 その税金4兆円使ってるオリンピックでこんなことがあってええんかいというのがねすごく重要な問題なんですけどもこの公式映画だって当然あの税金使われるわけですからねでさらに NHK も強制的に受信料徴収してくるようなところじゃないですか、うん、でそこが「オリンピック万歳!」っていうふうな映画を撮ってる川瀬さんだけではなく あろうことか、五輪反対してるようなやつは、ね、昼間っからビール飲んでる太ったデブだと。いうふうに。で、しかもそういうデブを用意して、かつ、えー、そういう人間は、あのー、何、金もらってでも参加してんだよ。っていうふうなことをね、こう言ってるわけですよ。もうなんかもういろいろむちゃくちゃすぎてありえないんだけど、で、この、 NHK がその金五輪反対デモに参加している男性ね、で金もらったっていう意向が金をもらおうと思ってるとかっていうふうに言って、で、えー、あ金をもらって動員されてると打ち明けたっていうふうにテロップつけちゃったわけですよ。うん、で、そのテロップがふざけんのなくてないだろっていうふうにいろんな人に追及されて、もう一度この白いおっさんに NHK が確認しに行ったら、えー、そんなこと言ったっけ、俺っていうふうに、地方か、お前はってことになって、これ、デマ確定。 うん、でじゃあ誰がこの白いおっさん用意したんだよとかって問題になったら川瀬直美さんという監督ねいるんだけどもこの川瀬直美さんは何と答えたか <laughs> 知らない全部 NHK が勝手にやったんです <laughs> っていうふうで川瀬直美さんのその証言をですねこのねあのー、信じるのであれば 川瀬直美さんの証言を信じるのであればこの白い T シャツのおっさんも黒い T シャツのおっさんも全員 NHK が用意した。なわけない。でこの黒い服のおっさんっていうのは島田角栄さんという、まあ、助監督の人です。でじゃあ助監督の責任を押し付けて逃げるのが川瀬直美さんと NHK の最善の策だというふうに思ったら、えー、助監督が NHK に抗議しだしてこれはもう一歩も引けない。というのが今までのあらまし。 でそして NHK は島田角栄さん助監督からよおし簡単に言うとね NHK は「島田角栄のせいです」って言ったんですよ。うん、それたら島田角栄が「んなことねえし!」っていうふうに言って4日経ちました。<laughs> これはえっ、ー、と1月24日、えー、お昼に撮ってるんですけどもいまだ NHK 回答せずこれに関してえ。もしかして無視でいくつもりなのかこれ。 いやまあ、そりゃ無理だよないからいな<ー>訂正を求めてるわけで <laughs> 訂正を求めて無視 <laughs> まあもしかすると今日、えー、夜7時ごろ、うん、NHK 会長社長以下が緊急記者会見辞任いたしますおお<ー> <laughs> っていうようなんまあっていうかそれぐらいの勢いで問題だけどね。<laughs> うんだ、まあ、もう本当<だ>あのー、ただまあこの島田もさ、うん、島田さんもさなんかいまいち何言ってるかよくわからないところが。そうなんだよねこの島田さんのこの発表したこの NHK の会見内容についてっていう。うんうん で、彼は、私が取材した内容と違うってずっと言ってる。ってことは、お前が取材した内容ってのは、あんたが取材した内容ってのは一体何なのか。うん、それを明示しなければわく、意味がわからない。違う違うって言ってるだけなの。そう,そうそう。違う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 んだよって、うんはあ。簡単に言っちゃえばそれしか言ってないのか,ら、うん、から。だからなんかね、こう、いまいちスッキリしないっていうか、 だから、あのー、NHK は島田さんに確認取りましたよって言いつつ、うん、うんでも、違う違う確認、まあ、もちろん確認も取られてはいない、うん、だけど自分が、えー、取材した内容と違うんだ、うん、って言うんだけどその取材した内容については明らかにしない、うん、っていうどうもちょっといまいちよくわからない<だ>で。なんかこのね,ね うん、でこのツイッター民がどこからか入手した、うん、これはあの東京新聞にアップされてるやつですねあそうかそうかこれは東京新聞だな、うん、そう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 昨日の NHK の会見内容についてプロデューサーから審議の確認をするよう提示を受けたディレクターディレクターところは NHK、うん、が男性がデモに参加する予定があると話したことを島田に確認し それを報告したという趣旨の説明がされました、うん、しかし以前より申し上げているようにこれは島田が取材した事実と異なります、うん、だから島田が取材した事実って一体何なんだっていう、ねうん、それが提示されてないんだよな提示されてないでしかも島田さんが T シ, T シャツの男に、うん、そのえっとあれをあのインタビューしてるのは島田さんなんだよ、うん それをただ NHK が後ろから撮ってるだけな、うんでそのえっと取材の最中に「いやデモっていうのは行くとお金がもらえてさ」とかです、うん、っていう話をしているわけであのデモに関する取材をしていたことは間違いない、うん、なのに、えー、取材とは違うこの白いおっさん何なんだよそうそこのね、うん その白いおじさんっていうのは一体何者なのかうん、うん、えー島田が取材した事実と異なりますかつ放送前に担当ディレクターからの事前確認はありませんでしたうん。でもう真っ向から NHK の主張を真っ向から否定してるん えまた会見で発せられた内容について NHK から事前に島田に事実確認がされることもありませんでした、うん、つまりその番組を作ってた時にも事前確認なかったし、うん、えこの一連の関係で NHK が記者会見とか開いて説明してるけどそれについても島田さんの OK は取っていないんだ、うん、つまり私は何にも知らされていない、うん、あれは NHK が勝手に捏造を繰り返してる、うん、だけだ そう言っちゃってるわけでね。うん、えー、これ NHK 否定しないと、もう一回 NHK 側から、いやいや、ちょっと待ってっと、島田さんのところにはね、私ども何月何日何時にお電話してますと。で、その時の録音もありますみたいなものまで出してきたら、もう今度また立場が変わるわけけど、まあ、えー、っと、この文書が出てるのが20日。 だけどまあね週末挟んでたからっていう言い訳はあるかもしれないけどもまあ今日あたりなんか発表がないと今日の夜とかねいい加減 NHK 何やってんだっていうことにまあなる,なるわなあうんこれやっぱり今一番 NHK のが抱える大問題でら これ NHK がスルーして逃げるってことはま,あまずできない。まあ、当然あちこちからつ,つかれるからね。まあそりゃそうだろう。うん。だけどここまでさ、ここまで島田、あの島田氏の言ってることは、うん、まあ、あの、大きく言うと2つあるわけだね。一、うん、つは自分が取材してたな内容が、とは違うテロップが流れる。うん。な自分はつまり、 えー、自分の取材しこのこの言い分だけを取るなら、うん、自分が取材した時には、えー、オリンピックの反対デモに参加したら金がもらえるという事実はなかったって言いたいみたいに見えるでも取材してる時はそういうふうに見えるよ確かに。うん、5人いやあのーあのー、デモに参加すると金もらえるんで。うん えー、五輪反対デモも参加したいと思ってるみたいなことをボソボソ言ってるわけ、うんうん、それを要約してテロップに「五輪反対デモに参加するとお金がもらえる」ってテロップついちゃったわけ、うんうん、だけどその取材とは違う自分はそんな取材してない、うん、っていうようなことを彼が言ってるのが一つそれと NHK が言っているようなえー テロップをつける段階で1回島田さんに確認しましたと、うん、このテロップでいいでっかって言って確認をしたと NHK は説明してるけれども、うん、それもなされていないんだなされていないどころか連絡も来たことないんだって言い切ってるわけよ。すごいよ、ね、こ,こ,までここまで言い切ってるとさ、うん、あのー、取材内容の部分はともかくとして。うん 島田に確認を取ったっていう部分はもしかすると何も取ってないのかもしれないでもでもさ島田に確認取りましたって発表してそれが嘘だったら島田が激怒することぐらいさ子供じゃん、ね、子供でも分かるよねうんこっちとら NHK 様だぞーって思ったのいやーそんなないだろう どういうい思考回路でそ,ういうそれが組み立てられてるんだからうん、うん、よく分かんないうん、うん、あれかなきっと島,島田君もあうんの呼吸で分かってくれるだろうみたいないや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  <laughs> そんなの絶対無理でしょってなんかこれやっぱりさここまで言い切ってもしだよここまで言い切って東京新聞市場でここまで言い切って それでもしそれは島田が嘘だったっていうことになったらマジもう本当にあの映画監督として生きていけないっていうかまあそうだねあの職業人として生きていけなくなっちゃうからさ、うん、これはね俺本当に NHK は確認してないんじゃないのっていうふうにちょっと思っちゃうよねまあそう思うよ普通はね でもさなんかさもう本当にこのこの島津さんがさパラノイアでサイコパスでさ <laughs> それはなさそうだけど変わった人であるのは間違いないと思いますけどね <laughs> <laughs> うんいやもうさもう片っ端から嘘つきまくってるっつうんなら話はんだけどさうそうじゃないでしょ一応映画監督もやれるんだからさ <laughs> だと思うがねだちょっとね だとすると NHK の一番最も単純な方向、うん、NHK のこの N H K の nhk 番組ディレクターがもう苦し紛れに自分の責任のあれに島津さんにも1本1本確認したんですよね、うん、彼覚えてないですよみたいな感じで, <laughs> であの電話したんですよねつってしたらちゃんと言ったしたみたいなうん そんな感じでもう一回聞いたら「いやちょっと留守番電話入れたんすよ」みたいな。で本当入れたのかって言ったら「<laughs> あすみません留守番電話入れた相手間違ってらっしゃい。させんみたいな。<laughs> それぐらいのことなんじゃないかもしかしてうん。なんかそんなかもしれない。うそうじゃないとこの島田さのがここまで徹底して嘘をつきまくるとはちょっと思えないんね。う ただ、<の>本当に嘘つきなのかもしれないけどね、だとわ分からんけど、うん、今、だから、それもはっきりさせるためには、NHK が、発表しないと。ちゃんと回答しないといけない。ただし、いまだ回答せず。うん、さあ、だからこの問題ってさ、うーんと、12月26日に、テレビで放映放,放映されてから、ほぼ1か、うん、月近く経ったわけだ。うん まあ正月休みがあったとしても、うん、休み明けぐらいからやっぱり、あのー、ツイッター上ではだいぶ問題になってたで,、うんうん、で NHK も仕方なく、えー、要するにあの会長とかつまり会長とか、あのー、社長って NHK って定例会見やってるんです、うん、そこでやっぱり聞かれちゃったわけ、うん、で聞かれちゃっていやあれはあのー、ちょっとしたその局内のチェックミスですって。 行って言い逃れしようとしたところからここずーっとボロが出まくって、うん、ボロ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 って。そそうそう,そうだからその時にねいやあれはもうあのー、例えばうちの、えっと、ああいうテロップをつけてしまったのは、まあ、ディレクターの思い込みだったとかさ何、うん、とかって言えばまだね、うん、よかったのにいやあれはあのー、んと局内のチェックミスですと。 本来だったら、うん、とチェックが働けばあのいうは出なかったんだけど、うん、みたいなんでなんかすごーくじ事案を歪償化してさ、うん、適当に逃れようとした、うん、ところからもう火が燃え盛っていっちゃってるわけ、うん、まああの簡単に言っちゃうといわゆる初期動作の初動を間違えたさあ初動を完全に間違えていっていうねで あのー、じゃあそのテロップは一体誰が書いたのかっていうところの説明も何もなく、うんえー、NHK 側があのテロップを作った勝手に作ったのか島田に確認しているのかとか、うん、そういうとにかく一連の,もの,の誰もが抱くであろう、えー、疑問に何も答えていない。 答えていない上になんかインタビューの場所がサインやそうすごいよねネット民山野のなんとか公園だってもう見っけてるもんねうんかネットのツイッターの人々によるとあちなみに山野って知らない人いるもしかしてうん、まあ、ドヤ街知らないんじゃないドヤ街ですうん、うん、あのあ<ー>山に谷って書くんですよ そそうそう東京に残っているまあ、うん、もうほぼ唯一のドヤがいな。うん。うん、浅草の近くですね。そうね。うん、でまああのそうだね、えー、今宮とか愛臨地区とかほどではないんだけどまあちょっと近いイメージかな大阪の。 大阪のなんだっけあそこあ新間宮のあたりうん、うん、えなんか違う地名あるよねなんつったっけうん大阪で言えば一番有名なのは何地区っつったっけえっ愛臨地区じゃなくて愛、うん地区の西成のことね西成に該当するような東京の土屋街そうだねで、えー、これが起きてきたのではないかーってこう特定させるってこれ すご,いね、すごいよ <laughs> すげえなおいっていうねうでさあその<え>やっている私がしまあこの島津さんっていう人が言っている私が、えー、取材した内容と違うんだっていうことになるとね、うん、じゃあ別に五輪反対デモに 参加する予定もない人間をお前は撮ってたのかっていう、うん、逆に言うと、うん、そしたら一体お前何やってたのっていう, <laughs> うで何だめ撮ってたんって <laughs> ただのデブ撮ってたの、うん、っていう話になっちゃうでしかもビール渡してビール回収してそう、うん、一体君はその撮影で何をしたかったのかっていうことになっちゃうね、うん、これね、うんだからしまー だしもう非常に苦しい、うん、何を言いたいのかよくわからないだからそこはもうネット民にやっぱりかなり突っ込まれてるんだけど、うん、まあ島田さんは何も反論してないっていうね。でしかもなんかこれもネット民すごいなって思うのが何か「町の変な親父っていうふうに NHK の。うん この河瀬直美が見つめた「東京五輪」の中のメモあ、河瀬のメモね河、ね、瀬のメモを拡大して「はい、うん町の変なおやじ」ってこうん「町の変なおやじ」なんて偏見に見せた書き方は何なのかーっていうふうにこう書い,<や>いているそうでこの彼女のこの、うん、これ河瀬のメモなんですけど、うん、その河瀬のメモがその 書かれ要するに内容についての、えっと、取材内容についてさ、うん、こうだーっと過剰書きにしてある書いてあるね。書いてあるんだよね。うん、でそれはだから、うん、と放送された内容にも沿って書いてある。うんうん、ってことは母さん知ってたんじゃん。 変なおっさんっえい,、ね、いや「変なおっさん」じゃないです「町の変な親父って書いてます。町の変な親父か。ってねわざわざ「変な」って書いてある、うん、っていうさもうそこにも偏見というかさ <laughs> もうあのに近いものをさ <laughs> 感じるよねすごい感じる。ってことは川瀬直美さんもうついちゃってたのこれ。 まああのー、母さ瀬の言い方、あのー、を持つならば、はい、あのー、あれはあのー、島田がやってたあれはこの、あのー、メモは島田の島田から聞いたのメモだう島田の内容だけの順番だけかそれを NHK が使うかどうかは知らなかったうん、うん、っていう言い方はあるよ、うん、そういう 言い逃れの仕方はねそれはあるんだけど、うん、でもいずれにせよそういう内容を島田が取っていってそれを NHK が流すかもしれないっていうのはもう絶対に分かってたはずだよね。うん、でこれまたネット民がいろいろさ過去の、はい、過去のいろいろな関係記事とかを洗って出してきてるっていうのであのほら撮影スタッフトは100人ぐらいいるって言ってさ。 あ,あこれね、うん、ドキュメンタリーにしてはかなり多いですよこれ2021年の5月、ねえー、7月10日のえー、っとスポーツ報知のニュースなんですけど「うんえー、人類が迎えた時代の展開期つな、えー、がり」をテーマに設定し100人以上のスタッフ50台のカメラ50台ほどのカメラで撮影を進めている。 開催に反対意見が多いということも理解した上で次の時代の人たちがどう判断するのか興味がある100人以上のスタッフってオキュメンタリーいやこれこれ大河ドラマとかねあのいわゆるそういうドラマだったら出演人物がね多くってかつセットも必要でで まあバタバタバタいいろんななとこ取りに行くわけじゃないですかで編集スタッフとかも入れても、まあ、それいそれなるときもあると思うけどドキュメンタリーまあ100人ってさノベなのかもしれないけどさまあ多く見せかけてそんだけ壮大なものを撮ろうとしてるんだっていうまあこれも一つの印象操作っぽいかなっていう,うだってそんなにいたらかえって大変だもんうん、うん、あのもう収集つかなくなっちゃうんでしょ、うん で、えっと、他のやつだとさなんか中心メンバー10人ぐらいと一緒に写ってるのあるよね。うんうん、で、これさ面白いんだけどさスタッフにさ、女性がいないんだよねお<う>あの写真見てもさお<う>男ばっかりじゃん。なるほど。 これってやっぱりなんかこのこのガーセっていう人は多分女王様気質なんだろうなっていう気もいなくもないよね。なるほど、ね、だっていろんな視点のことを考えたらさ女性スタッフ女性のカメラマンがやっぱり23人いてもおかしくないでしょだって。まあそうですねなのに男ばっかりぎっしりさ詰まっ,っててん,んかこの人のしやっぱり趣味なんだろうなっていう感じで。 すすごくするよね,やっぱねなるほどそんな確かにまあうん妻でもなんかどうどう収集つけるとかもうだんだん分かんなくなってきたよこれ。うんだからまああのー、なんていうの確認したとかしねえとかなんとかっていう問題はもうさ、うん、まあ,あのそれも,もちろん重要ではあるけれどもうん、うん、あのー、もうとにかく間ち 間違ったっていうかあの、完全に全く違う意味のこと、つまりその五輪のデモに参加すれば金もらえるっていう、間違った内容の、うん、とテロップをつけて、そういうイメージをもうすでに拡散しちゃったと、うん、いうことは間違いないんでそれは間違いない。うん、だこれはやっぱり誰かが責任を取らなければな、うん、だからない。 しかも、こんだけの大問題、もうどん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 その話が膨れ上がっちゃって、うんえー、一体これは誰がどういう意図を持って作った番組なんだっつう話に今なってるわけで、うん、でそうなるとさ、もう意図は明らかだよね。あの東京オリンピック一生懸命やってる人たちがいたのに、文句垂れてるバカがいて、うん、そいつら金もらってたんだぜっていねういう。ね そういうい意図で作られた番組なん、うんうん、それを NHK が作っちまってさらに内部のチェックまで通り過ぎて放送しちゃってるっていう大問題なんだよこれはだから。でつまり、うん、もう今の時点でも,も今の時点でももうあれ会長と社長はこう冷たい布がここにこう,こうかかってるわけ。ってそう,そう,そうも大手なんだよ でも、でもだけど、でも、でもその中でもし、ウルトラ逆転満塁サヨナラホームランがあるとすれば、<laughs> すれば、河瀬,瀬とか島田が、うん、このカット絶対入れろと。うん、このカット。要するに、その T シャツのデブーこの T シャツのデブがいて、うん、で、えー、五輪反対でもに参加してるという男性っていうテロップも入れろと。あで、さらに、金。 もらってたっていうふうにトラップ入れろっていうことを主張していた、うん。っていう証拠が出てきた。こもっと面白いので言うと森友問題みたいに総理の意向です。とかっていうようだなとかが入ってたら面白いのに。あらは、まあ、こんなところでも安倍晋三出てきたみたいな感じで。あね、まあもうだから安倍総元総理の意向ですっていうコメントがあれば。うん あ最高に面白いですよ。あまあ菅総理の意向ですもでもいいけどね。そういうのはね、例えば文章が残ってるとか、うん、あまたいつものいつものほら、文春得意の音声が残っているとかさ。あるいは今、中文章、うん、一生懸命。さあ、そのが可能性もあるよね。4日間かけて っていうウルトラサヨナラ満塁大逆転ホームランを NHK が持っていればよ、うん、持っていれば今度は島田川瀬ラインの首が飛ぶ可能性が出てくる、うん、あのだってそこまでやっちゃったらさ、うん、いくら何でもじゃあ川瀬さんに引き続き えー、オリンピックのあの映画の監督やらせるってやっぱちょっと無理でしょうよな,なん何ていうか開会式の音楽担当も消えたし公式映像の <laughs> 映画の方も消えちゃうの消えちゃう呪われてんなもうだからほんとマジでそして誰もいなくなっそしては誰もいなくなっただよこれ <laughs> <う>やべえだろもう,もう森もいないしねうん 開会式担当やってた電通の佐々木もいないしあれもいねえよれもいねえよ演出関係とか映像関係はあ <laughs> でもその可能性はちょっと低いと思う、うん、その実はあれは河しまだラインからどうしてもこのカット入れろと、うん、っていう話があったっつうはちょっと厳しいと思うんだよなうん厳しいやろ まあでもほら、結果としてさ、結果として、川瀬島田から言われてもいないのに、NHK はやっちゃったわけよ、勝手に。勝手にというか、勝手にじゃないかもしれないけど、結果としてはもう流しちゃってるからね。そう責任はもう、もう、何やったって免れないから。あとは、道連れにするかどうかぐらいか。そうそうそう、やっぱりそうだよね。ああいう地位を狙ってさ、やるか。 ていうか、まあ、狙えるのかどうかっていうことなんだけどうん,うん非常にむずそこまではちょっと難しいような気がするけどねまあそうねだけどもう NHKNHK としてはもうあの放送した時点でもうアウトーアウトーでだからこれから何か言い訳したからといって連中の首がつながるわけじゃないのよ、うん あの彼らはもうほんとあの今首切り朝首切り役人の前でこう,こういうふうにして待っている状況な感じ <laughs> まあせめてあれですね昨日私「日本の一,一番長い日」見たのでもう見たあの、うん、三船敏郎演じる阿南コレチカ大臣のように。 滞在を持ってし真ってますっって自分でねあの弾頭台にこうズドンってやられんじゃなくてこの腹切りの名誉、うん、まあこのままぐちゃぐちゃやってえっとなし崩し的にえやめたらこの弾頭台に連れていかれた感じやめてくれやめてくれって言いながらこうやってやめてくれ <laughs> ってで今えっと認めてやめたら あの切腹の名誉ですね、これ。まあ、ギロチン自分で歩いあの無理やり連れてくれるのか、切腹するのか、どっちがいいっていう最悪の状態。まあ、かわいそうにオリンピックなんかやっちゃったから、<laughs> 本当に。<laughs> まあね、会長とか社長はさ、いちいちそんな番組の一つ一つの制作のことなんて、知らないからさ、うんしょうがないんだけどさ、うんでも、彼らの仕事ってそういう仕事だから、残念。何かあった時に 首差し出すのは彼らの仕事でしょ。そうです。ね。で、そのために高い給料もらってるんだ。うんうん、いいじゃないか。華々しく散れば。うん。いやいや。でもさ、それでさ、阿南大将みたいにさ、阿南、うん、大臣みたいに。うん あんな自分からさあ腹,腹をめす人がなんかいるわけないからねま今だからちびどろの,チビの,あの何、えー、責任逃れが発生しておりますそうそうそう責任の逃れと責任の押し付け合いがさ、うん、始まってるわけでさ、うんまあ、とにかく確認しとくとだもう一、ん、回再確認しととこの問題のとにかく最大の問題はね、うんその 東京オリンピックのデモに行けば金がもらえるんだっていう、うん、全くのデマを堂々と流しちゃったっていうことうん、うん、でそれが一体どういう経緯で流れたのかっていうのがまだ全く説明がされていない、うん、どういうただ単純なミスであんなテロップが流れるわけがないでやっぱりそこには その結構掘り下げていくと深い話があって、うん、まあデモというものを貶としめるっていうさ、うんえー、そういう意識が NHK の中にもあるんだとひどいねでまあそのデモまあここではデモデモって言ってるけど、うん、要するに東京オリンピックに反対する人々もそれに含まれるからね大きな意味で。うんうんうん だからそういう、えー、いわゆる、まあ、体制側が、舞台を整えてやってやっているの、うんえー、それに反対するバカどもがいると、それにこうね、天虫を加えてやるというつもりで番組を作りになったんじゃないですか、ね。なるほど。訓則の勘だと。せっかくおかが。まあ、あ、でもちょっと言葉違うな。 俺たち、訓足の勘じゃねえか。うん、ちょっと違うな。訓足が2年しそもそも。そう。ライ犬だもんな、どっちかってた <laughs> 向こうの民って感じです <laughs>、ね。残念ながら訓足にいないか訓足にもいない。<laughs> そうだった。ちょっと悲しいね。悲しいですね。<laughs> <laughs> ううだけど、そういう人たちをさ、下げ、うん、すむっていうかね。 見下すとか下げすむとか、うん、そういう思想を持っている人々が、うん、まあ本来であれば公平または本来であればさそういう権力側にいない人たちをなんとか助けるべき立場にあるはずの NHK、うん。そうだねそっちを報道するんじゃねえのね NHK っていうのはなんかこうえー、っと権力側に吸い付いてこのなんかデモとかやってるやつらクソだーって弱者を叩く番組です。じゃないよねちょっと建前上は。まあまあ、我々の今までの認識はそうだったんだから、うん、変わってんのかっていうね、うん、じゃあそっち側に行ってるのっていうね、うん、いやだからさ俺本当それで NHK 的に言えばさもういやこれ。 こんなことやってやっててしかも NHK の会社の内部のチェックもすり抜けてこういうのがまかり通ってたってことになると、うん、NHK の他のドキュメンタリーって大丈夫なのかっていう、うん、みんながそう思う。うんうん、で今後例えばそういうなんとなく社会問題を扱うような、うん、そういう番組を NHK が作った時にああでもあれってどうせデマなんだろうみたいなこと、うん、どうその。 あと A A、まあ要するに保守、革新が、うん、保守とか、まあいや、右派と左派がいたとしたら、うん、その両方から常に言われることになるって、うん、NHK の報道の危機でもあるわけですよ、これどうせ NHK がやってってことはデマなんだろうっていうふうに、うん、これからずーっと言われることになるそう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 。だからそこは大問題なわけね。うん あのー、それは NHK にとっても国民にとっても不幸な話、うん、なんでかっていうとだって NHK 国民からかき集めた金で作ってるわけそれでなんかデマ番組とか作らんといてやん <laughs> ってことになるよ、うんまあ、民放がデマ番組作ったって別に,、まあ、別にってことはないけど <laughs> 民放はさあのー、まあなんていうの,あのスポンサーから集めた金で成り立ってるからね、うん ああ DHC みたいなバーも、ほら、スポンサーからさ、スポンサーから金もらって、DHC がこういうデマ番組作れやっつって、わ、うん、かりましたって、作っちゃってたわけだからさ、UX とかさ、うん、だからそういうことはやるけれども、NHK がそれやったら本当に終わりだろう、うん、だからそこ、ね、そういうまさにモラルハザードだな、これこそ。そう。なものすごいモラルハザードが起きていて。うん うん、で、そういうモラルハザードがなぜ起きるのかっていうと、やっぱりもう、とにかくなんとか東京オリンピックを肯定しないといけない。だけどさ、これはさ、河瀬、河瀬島田ラインはそうなんだよ。うん、だって、仕事としてオリンピックの記録映画作ってくれって、オーダーされてるんだからさ。うん、だからもうね。 東京ゴリバンセーってそれそやんなきゃいけないわけ。うん、彼らの立場はそうだ。うん、それはしょうがない。金もらってやってんだ。うん、だけど NHK がそれに乗っかる必要はない。まあ、ないよね。うんだけど乗っかっちゃったわけ。うん、乗っかっちゃってる。乗っかっちゃってる。NHK が乗っかっちまって、えー、思いっきりデマを飛ばしたっていうね。うん だからまあか俺だからね別にカースさんとかがを責めるつもりはそんなないのよだって彼らは最初からそうなんだまあむしろそのどんなプロパガンダ映画作ってくるんだろうぐらいな感じですもんねそうそうそう、うん、だらそれは最初から分かってるん、うん、別にそこはそんなに別にあの俺別にか彼 彼彼女らにさ、うんあのー、本当にこういろいろ、オリンピックっていろんな問題点があるのをちゃんとあぶり出してね、うんで、でもその中で選手たちは頑張ったって、こんなね、イーブンな作りにな,なるわけないから、うん、そんなのは全然最初から期待してなくて、うん、まあむしろさ、ウルトラプロパガンダ映画になるんだろうから、うん、まあそれはそれで一回見て、 あのー、まあやっぱりちょっと狂気というのはこういうもんなんだろうなみたいなそういうものをね見せてくれんじゃねえかっていうこうなんていうの黒い期待みたいなものはうん、うんうん、だが NHK がそれに乗ってはならない NHK はやっぱりあのまともな報道が必要だと、うん、あのオリンピック最初からオリンピックバザー反対派しねえみたいな、うん 番組はやっぱり nhk 作るべきではないだけどこのまんまだと作っちゃってたっていうね。っていうかどうかなそ,そろそろやめるんじゃないかな NHK。NH K そう、うん、だからこれ次の記者会見で島田から投げられているボールに対して何らかの返答をしなければ、うん、いや島田さんから、えー、訂正せよと言われていると。 まあでもで今日の段階で何も言ってないなぁ。ねえ。でもう、近々あるとは思うよね。ねっというか、普通はある。うん。うん。でも、まさかさ、NHK から、ないいやー、島さん、すみません。なないいに今度のことは、ちょっと、ないないにお、なんとか済ませてや、みたいなことは、今更もう絶対無理だ、うん、まあ、それは内閣官房機密費をぶち込まないと。うん、ねえ、5000万回、条件あげるから。許して、ぴょん。 ってなるのかどうか。うん。うん。あ本当 N. H. K. のこの回答がやっぱり一つの山かな。次もうん。で、どう言うか。うん。うん、どう言うかな。<laughs> ね。ええー、こんにつきましては、ええー、調査中でございます。うん、とかね。うん。それだったら、なんかもうスルーする気満載、逃げようとする気満載感が。 うん、でもねこんだけさピシッとピシッとっていうか島田氏からね文章出ちゃってるしね、うん、これ全く無視するってことはまあ普通はちょっと考えにくい、うん、じゃないうん。だからまあ今日明日ぐらいに何かやっぱりちゃんとした回答がちゃんとしたって別に。 内容的にはグダグダかもしれないけど回答が出ることは多分間違いないと思うけどねこれもしスルーだ何らかの回答があると思うスルーだったらどうしようねスルスルスルー知りまへんそれはでもほらこれでスルーしようとしてもさ、うん、あの BPO のあーそっかそうかのかもう逃げられうん、うん、BPO の追求までから 逃げるってことは無理だからまああとは BPO ごと抱き込むかうんまあそれは無理だなさすがにそこまでやったらもういろいろ面倒くさいことになりそうだもんねいくらお金あるっつってもそれは無理うんねほんと NHK の根幹を揺るがしてる話なわけでこれはうん、うん やっぱりちゃんとした回答がないと誰も納得しないしないだろうねうんでこれは別にさ我々だけがは騒いでるんじゃなくてやっぱメディア関係のその知ってる人たちはみんなやっぱり驚いてる、うん、驚いててさどうなってんだって言ってるわけ、うん、これはもう、あのー、スルーして済むような話ではもう全くなくなってるまあ NHK までそこまで腐ってんのかと うんまあ、そもしそうだとしたらとてつもない大問題だから今回の件ちゃんとね自情作用は無理だから、まあ、腹を切るのか弾頭隊に自分でつ、まあ、行かず連れて行かれるのか NHK 側はそうですよね腹切りの名誉か <laughs> えっと「いやーらーいやーらー <laughs> とかっていうふうに言って連れて行かれるのかもうどっちか。 で川瀬直美さんと島田さん側はえれまあその明らかになった真実によって違うけど違うねだけどあのおっさんを用意したのが、ええ、NHK でこういうふうにやっといてださいよ島田さんへへへそうそうっていう話だったらまだまだマシだけどね まあ、それでもそんなものを受けたのかお前っていうふうなそしりは免れんであ<の>うんまあでもあの流れで言うとどう見ても島田さんがどっからか連れてきてるわけですねししとする NHK に全部用意させたとはとてもまあそこまで言ったら本当じゃあお前って何やってたんだってっちゃう <laughs> 仕事もしてへんしちゃって <laughs> でするとあとあとみんな島田さんも河瀬さんも NHK の局長も 社長も会長も並んでこうバッてこうや,やるかいやいやって連てくれるかまあどっちかぐらいしかもうないで、ね、これないよああうんまあ川瀬島田ラインが生き残るためには、うん、いや我々いろんな角度からの映像を撮っていたんだ、うん、だけどもうとにかく NHK はあれ NHK は勝手に並べて 勝手に並べたんだテロップについても我々は何も聞いてないんだう、うん、っていうんでもう押し切るしかない、うんうん、で今もそれで押し切ろうとしてる何の確認も受けてないそれはちょっとねまああの内容的にだからそこにはね内容的にあのデブを呼んできたのは島田なんだうん。でちょっと怪しい話もしてるけど、うん、でも編集は全部 NHK がやったうん 我々は全く一切感知しないっていうのが一番彼彼女の,あの逃げ切り方としては一番綺麗つまり内容的にああいう内容を取ってたわけ、うん、ねデブ,もデブ連れてきてう言わせた、うん、けどだけどそれを番組の中で使うかどうかは NHK さんにお任せしていた、うん、こ,のこういう言い方ができる、うん、あって、まあ、あれ NHK の番組 で、別にあれ、河瀬と一緒に作ったっていう経緯になってないから。うんね、だから、うーんと、一番彼らにとって傷が浅いのはそこよ。うん、そういうシーン、確かに撮りましたよ。うん、でも、それ使うか使わないのは NHK さんの勝手でしょ。うん、私たちは何の説明も受けてない、相談も受けてない、うん、何も知らない。 っていう逃げ切り方が多分一番傷が浅いんじゃないいやーね大人って汚いわー本当にもう <laughs> いやーねー、うん、まあそんなわけで、えー、これお昼に撮ってますけど、うん、今日ぐらいなんか出るかなね夜あるん今日ぐらいなんか夜あるんじゃないのって気がするけどなかったらやいまあもしくはもしくは えー、調査中なので何月何日に発表します。なるほど。とかね。っていうのは何かしらないと、<な>うんちょっとおかしい。うん。そうでもないならよっぽど隠蔽工作してんだなとしか言えんもんで,、まあでも。まあ言えない。う,うん。うん。まあそんなわけでね、あのこういうメディアのモラルハザード。 これが問題なんですよ、うん、ねなので東京五輪の滞在を読むとその問題がですねより深く分かりますので是非買って読んでほしいなということで今日も私はチャンネル登録といいねあとねうちらはね五輪反対ねギネスに挑戦できるぐらい世界で一番本間さんと動画をあげましたが残念ながらお金は皆様の乾杯以外は一切頂い,いておりません。うんはい なので、えー、官房機密費来たらいいんだけど、それも来ず。ってことは、番組継続のために乾杯よろしくねということで、今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく。それでは。